台風の進路を誘導したり、ハンマーで地震を起こしたり。リニューアルオープンしたのは、人と防災未来センター東館3階の防災サイエンスフィールド。こちらは360度に広がる VR 仮想現実のゴーグルをつけて、災害に直面したかのような脅威を疑似体験できます。早く逃げて。わずかにこう振動があってね、これがね、お尻に伝わってきてたんですね。だから余計こう迫力というか臨場感がすごい出てましたですね。またリアルに表現されたコンビニでは、災害時の避難行動が体験でき、どう行動すればいいのか実感し学ぶことができます。五感を十分使っていただこうって、災害と自分との、ね、距離を、ね、短くするっていう、なんか外から見てるんじゃなくて、自分が被害に遭うかもしれないという、そういう臨場感というか、これがなかったらなかなかね、知識が身につかないんですよね。防災サイエンスフィールドは、緊急事態宣言の影響でおよそ2ヶ月遅れのリニューアルオープンとなりました。